テリング場は倉敷市倉敷体育館でございます。面白いカードを迎えました。中野対川田俊明、30分一本勝負、両選手の今紹介であります。まず中野が紹介されました。ジャパンの若大将です。そして売り出し中の男、川田俊明、天竜同盟のフレッシュファイター。さあ関節攻撃を見せております。その中野真一、腕式十字固め、今やっとほどけました。さあ今度は川田俊明ですけれども、天竜同盟に入りましてからこの勝負する男の顔というんでしょうか、そういう風に変わってきましたね。そうです ねやはりハードな、ね、あの気持ちでいると表情も変わってきますね。そうですね、今見せたようなトンボを切っての変幻自在のエルボーバットあたり大いに使えます。そしてあのタイガーマスクと同じように、四次元殺法も得意にしております川田俊明であります。まあ、問題はね、中野選手がね、はい、あのジャンボ鶴太をもタジタジとさせたあのドロップキックね、これはどこで使ってくるかですね、はい、これは川田選手も用心しなきゃダメですね。そうですね、スリーパーホールドに取っております川田俊明。山さんご指摘のようにあのジャンボ鶴太はもうなんて言うんでしょうか、本気で怒らせましたもんね。いやーすごかったですね、ですね、あの一発はね。それであれ以来ね、あの技に恐ろしい自信を持ってますよ。はい、さあワンハンドのバックブリーカーであります。中野真一が打ちました。あのドロップキックはジャンボ鶴太をも振り上がらせました。しかしどうでしょう、奴と組んだ時には、非常に素晴らしいファイトを見せる中野真一でありますが、シングルになりますとややもすると弱々しいところだが出てくるんですね。まだね、あの成長が本当の意味で一人前じゃないというところが少し残ってますね。そうですか。ですから今日でもあのスタートこそスピードはありましたけれども、ちょっと今ね何かカードを攻めあぐんでるというところが見えますね、はい、肩逆襟固めで攻め込んでおります中野真一。さあなんとしても川田俊明あたりは粉砕して、今日は中野の方は必ずやピンホールを取らなきゃいけない立場じゃないでしょうかね。あの流れの中での立場と、いうことになると、これはやはり中野選手、今日は勝たないかんでしょうね。なんでしょうね。もうすでにジャパンプロレスのもうれっきとしたメインイベンターであります。そして川田の方はこれからこれからどん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 ぐん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 のし上がってセミファイナルから名イベンターへ成長を遂げることでありましょう。さあ力強い攻撃だ川田。こういう攻撃はね、ちょっと川田選手しかないんですよね、はい、ああいうね思い切った反撃ね、やっぱり若い人の特権ですね。そうですね、逆回転のスピンキックを見舞いました。今や天竜同盟の第3の男であります川田俊明。いよいよ淵正信とのインターナショナルジュニアヘビー級選手権9月の15日後楽園ホール、間近に迫ってきましたね山田さん。そうですね、さあその川田が四次元殺法を見せるか、飛ぶか、ミサイルキックが得意だ、いったー、これだ。相手の熱いムナイタを貫きます。誠に素晴らしい川田俊明、ミサイルキックであります。このキックはいいですね山さん。いいですね、あれはね、あのただ見るだけならば、はい、いとも簡単に見えるんですがね、やってる方ってのは大変ですよ。そうですね、素晴らしいエネルギッシュなファイトを展開する川田俊明、しかし中野真一の方も相手の動きをじっと見ておりました。しかしあれだけの技を食って、すぐ反撃できるってのはすごいですね、はい、今度はパイルドライバーです。中野真一大技を展開する、ネックブリーカードロップ、そして相手の顔面を痛めたところで今度は今の技、素晴らしい連携を見せております。中野であります。やはり技のつなぎ展開は一日の長が中野にありますか。そうですね、はい、それと回復力がいいですね。川田が飛んだフライングボディアタック、さあそのまま直撃、これは相手を威嚇する技としては最高の技だ川田俊明。この四次元殺法がヘビー級に通じているんです。今度はバックドロップ、これはいい、すると思わせようなバックドロップですね。本当にね、打撃っていうかも相手に与えるね、これダメージ大きいですね。そうですね、この川田俊明選手も最終的な狙いはヘビー級にあるわけですけれども、まずはオーストラリアット、口の強烈なラリアット正面から行きました。カウント2まで入りました。まあ、当面の目標は淵正信の世界ジュニアでありますが、本人の気持ちはヘビー級選手のタイガーマスクのようですね、そうでしょうね、さあ逆回転、おっとバックを取ってバックドロップ、バックドロップを捉えました。これはカウンターになってますね。そうですね、あのちょっとねあばらのあたりを痛めつけられました、ね、右の肩から落ちましたね。そうでしたね、今のは完全に受け目が取れません。ちょっと苦しくなりました川田。
さあ大変だ、こういう形で広島大会でオースティンアイドルが肋骨折りましたもんね。そうですね、さあしかし元気者の川田俊明、アメリカカナダ遠征から帰ってきて本当に大きく大きく成長、天竜同盟の第三の男、天竜も芦原も大いに期待しています。さあ場外戦だ、場外戦決着をつけてほしい、リングの中で決着をつけてほしいクエスチョンファイターです。どっちが本当に強いのか、中野か川田か、あっとゴング、ゴングが打ち鳴らされてしまいました。こういうフレッシュファイターの対決というのは山田さん、リングの中でのはっきりとした決着が欲しいですね。そうですね、まあもう少しね、はい、戦わせてみたいし、非常にそういう意味では残念ですね。そうですね、まあ、川田俊明がアメリカから凱旋して、まあ、初めての対決ということになりました。それ以前の対決は全く勝率的には五分と五分だったんですけれども、まあ、どちらかと言いますと、まあ、初対決というふうに見てもいいかもしれません。中野真一対川田俊明、極端なことを言いますとこういうフレッシュファイトは勝っても負けてもいいんですよね。そうです、何度も何度も対決してほしいですね。はい、ぜひね、もうあと2度も3度もやってほしいですね。そうですね、残念ながら倉敷大会の対決は7分52秒、両者リングアウトという結果に終わっております。タイムマッチ日本勝負、タイムマッチの30分の一本勝負です。鶴見から国際決命軍の参謀です。春園田と睨み合っております。そしてラッシャー木村はザ・グレート歌舞伎と早くも視察戦です。さあ今乗りに乗っております春園田、鶴見に注文をつけました。そして東洋の神秘、これがザ・グレート歌舞伎であります。解説はおなじみの山田隆さん。このリング上の構図、タッグマッチなんですが、それぞれ木村と歌舞伎、鶴見と春園田、険悪なムードですね。そうですね、はい、両チームともにね、これどちらかというと相当ラフをこなすチームですからね、はい、そうなんですね、鶴見五郎の大きな声が今聞こえました。ザ・グレート歌舞伎に注文をつけています。そしてラッシャー木村はその歩に今二歩三歩前に歩み寄りました。まあ、のぶし軍団国際決命軍とオリエンタルコンビ歌舞伎園田、面白い顔合わせです。まあ、山田さんお話のように本当にラフができる4人、そしてこの4人とも何でもできるプレイヤーということが言えますね。それでね、一つだけ言えるのは、はい、春園田にしてもラッシャー木村、この2人の選手、共に割とスロースターターなんですよ。ですからね、エンジンのかかりが遅いですからね、はい、自分で暗示をかけて、一種の催眠戦法という意味です。ですからそのためにも相手にこう、はい、アピールをすると、そのあたりから自分の戦いの心を作り上げていくわけですね。なるほど。そして山田さん、対象同士なんですね。いきなり、あやっと木村が張りました。スロースターターと呼ばれる両者でありますが、まず仕掛けたのはこのラッシャー木村であります。続き、この仕掛けどうです山田さん。これはね、はい、歌舞伎選手がね、リングの上で試合前にいろいろパフォーマンスをやるんで、はい、木村選手としても相当カッカ来てるわけですね。ですから今日は仕掛け早いですよ。まあ、今日は馬場選手が NWA 総会、まあ、出席のために、この渡米をいたしましたので、ラッシャー木村としてはいつも の T シャツを、馬場の T シャツを脱ぎ捨てるパフォーマンス、これがありませんでしたもんね。そうですね、はい。まあ、しかし歌舞伎選手としてはいきなり突っかけさせておいて、はい、やっぱ三発と、そうですね、いい展開になってきましたね。そしていい形で春園田に落としました。さあ春園田のキック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 、すごいキックだ。まだ打っていく、まだ打っていく、ラッシャー木村打たれました。まあ、この春園田選手、10月にはめでたくゴールインが決定しました。非常にファイトの方も表情も山田さん生き生きとしてますね。そうですね、何か、まあ、人生の大きなきっかけをつかむとね、選手というのは飛躍的に伸びるもんですよね。そうですか。さあしかしそれに対しまして相変わらずヘッドバット攻撃、やはり一ダース攻撃を待っていきます。ラッシャー木村、まあ打ちも打ったり、木村もさっきのキックを耐える表情、あのディフェンスすごいでしたね。しかしね、はい、今のあの木村選手にああいうね、あのチョップとかね、はい、何かが出るってことは、これは園田選手のね、リストロックが甘いってことなんですよね。あ、なるほどね、リストロックがもうちょっと効いてれば、あんなね、反撃なんか食うわけないんですよ。そうですか。
さあ今度は相手が鶴見五郎に変わりました。影武者として木村を大いに追っていますが、アトラースキック春園田が鶴見に打っていきました。さあマイクパフォーマンス、木村のパフォーマンスの時にもその木村をしっかりとガードしているのがこの鶴見五郎であります。まあ、木村にとっては本当になくてはならない山田さんパートナーってことが言えますね。そうですね、まあ、割とね目立ってい、はい、いて、はい、なおかつ重要な働きをしているということですね。っていうのは木村選手はね、はい、さほど動きのあるタイプではないだけに、どうしてもこの前提というのはね非常に大切になってますね、はい、さあ今度は鶴見の地獄好き、そしてさあお得意のそろそろ国際決明軍のラフ殺法が、出てきそうです。さあラッシャー木村です。歌舞伎木村共にベテラン同士、20年を超えるベテラン同士です。この木村そして、ザ・グレート歌舞伎がこの両チームを引っ張るわけであります。カバーの体勢カウントワン。さてこの歌舞伎選手ですが、日本人構想そして鶴竜決戦、まあ、この武道館決戦がありましたが、これに大いにこの山田さん刺激を受けたようですね。そうですね、なんといってもね若い選手たちがどん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 新しいね、その波を起こしている、その波の中で自分がどう生きていくか、はい、そういうことがあるわけですね。そうですね、まあ、その日本人構想の発端となりました天竜革命、まあ、この歌舞伎も一度は日本はぬるま湯だと言って外から全日本に喝を入れた、俺にも天竜の気持ちはわかる、このように言っています。さあその歌舞伎から春園田にタッチが行われました。あ、規定を走ってのジャンピングヘッドバット乗っています春園田。あ、しかし急所撃です、急所蹴りです。鶴見五郎実力者ですし参謀役もできますし、まあ、木村のパートナーの鶴見しかいない、そういう感じがいたします。試合の方は5分が経過してまいりました。さあ打たれています春園田、若手のコーチ役この春園田、そしてザ・グレート歌舞伎フロントスープレックスです。鶴見五郎、この園田選手は山田さん非常にこの若手の面倒見がいいですね。自分がね、はい、いろんな割と技を知っていますし、はい、呼吸もよく知ってますんでね。そうですね、まあ、体で教えてますね、はい、グレート歌舞伎のパークです。小川、高木、あるいは入門生の菊池小柱のアンキー分的な存在でもあります春様だ。私もアナウンス担当当時、手取り足取りこの技というのを教わったんですが、非常に分かりやすい指導で定評がありますこの春園田。そしてザ・グレート歌舞伎であります。フロントのヘッドロックに取りました。さあザ・グレート歌舞伎です。次期シリーズにはロードウォーリアーズゴディもやってまいります。まあ、その辺山田さん、この歌舞伎の活躍というのは楽しみですよね。そうですね、アメリカから大物選手が来るとですね、歌舞伎選手の存在というのはにわかにね、まあ、急上昇してくるわけですね。そうですね、何しろ全米でトップの地位を築いたこのザ・グレート歌舞伎であります。さあラッシャー木村ボストンクラブ汗が光ります。ラッシャー木村、この頃はこの打たれの美学という言葉もこの木村には、そういう評価も、飛んでおります。リングの中央、さあまたベテラン同士だ。ヘッドバットが飛んでいきます。ザ・グレート歌舞伎の挑発が大きく揺れます。ちょっとザ・グレート歌舞伎がロンリーバトルになってまいりました。これは国際決明軍の山田さん完全にペースですね。今日はタッグワークがなかなかいいですね、はい。さあしかしここで切り離していった。そろそろ全日軍もエンジンがかかるか。春園田であります。さあどうだ、あっと距離を測ってスピンキックを鶴見に待っていきました。そしてフィッシャーマンか、いやブレンバースターです。中央で取った。この辺の技の一連の流れいかがでしょうか。いやスピードがあるし、はい、自分の思うような展開ですね、さあそしておっと大将のラッシャー木村を目標にしたクロスアタック。
あそして、あ鶴見がちょっかいを出した。あっと顔面をマットにひたたか打ち据えました。あそしてこれはいい、これはいい、同じところをブルドッキングヘッドロック、ラッシャー木村、場外では歌舞伎と鶴見カウント3追いかぶさって入りました。ラッシャー木村大型目春園田を抑え込みました。7分52秒、ラッシャー木村が春園田を抑え込みました。してやったりという国際決明軍です。まあ、馬場選手が渡米してますんで、まあ今日は山田さんマイクパフォーマンスはなしですかね。そうですね、まあ、試合の方はね、はい、なかなかね頭脳殺到、はい、鮮やかな勝利ですね、そうですね。光眩しい山陽寺、緑と水のあふれる町倉敷、さあ輪島の入場であります。ついについに9月15日後楽園ホール、あのハンセンとの PWF タイトルマッチが決定いたしました。あの武道館決戦、師匠馬場との対決で得た力を、デビュー1年で得た全てのものを、これまで150戦で培った負けじ魂をこの一戦に凝縮して戦います。さあやってまいりました。負傷した左足の痛みも忘れて、さあ今日は151戦目、新たな節目となる倉敷のリングに堂々と入場です。今日はタイガーとテレビ初タッグを組みました。対戦相手は八津吉明、寺西勇、八津岡総ハンセンとして戦いを挑みます。街並みが心に馴染みます。堀割に優しく影を落とす柳並木と白壁土蔵、時間を止めてくれる街、倉敷からの中継です。八津と輪島タッグ対決、さあ八津が入ってまいりました。ジャパンプロの新エースとして早半年、皆を率いてきました。本当によく頑張っています。結ぶ心、開く未来、若きエース八津の姿は来年開通します瀬戸大橋のようでもあります。さあ今シリーズのハンセンとの PW 戦で自信をつけました八津吉明、面白い勝負、45分の一本勝負です。試合に先立ちまして両チームに今豪華な花束が贈られました。輪島タイガーが初タッグ、対戦相手はご覧の寺西八津です。両チームの紹介、八津を陰で支える大きな力、キャリア20年寺西、お前の時代はもうすぐだ八津吉明、もう来よう天空をかけろタイガーマスク、ハンセンとの一騎打ち決定、やる気満々輪島博士。さあ山田さん、ジャパンプロレスはおなじみの八津寺西コンビに対しまして、この全日本の方は輪島タイガーがテレビ初のコンビ、このコンビ山田さんどうですか。そうですね、はい、選手としてはね、互いに異質なものを持ってるわけですが、はい、まあ、意外にいいコンビネーションを見せるんではないかというふうに思いますね。そうですか。ただ用心すべきは、はい、ジャパン軍団の寺西選手の存在、さらに老快ですからね、はい、しかもなおかつスピードがあると、この辺りを輪島選手はどうディフェンスしていくか。そうですね、はい、まずはタイガーと寺西が出てまいりました。この2人、山田さんお話のようにスピードがあります、テクニックがあります。あーっとスリリングな戦いになりそうです。まずはショルダータックル、そしてフライングメイヤー、逆に返していくタイガーマスク、腕を取りました。さあ、あーっと息をつく暇もありません、寺西が切り返していくロープブレイクです。見事ありますね、今ね腕をハンマーに決められた時に、はい、どういう形で反撃していくかと思ったのさ、アダルですね、はい、そうですね、しかし、はい、タイガーも負けていませんね。さあ今度はタイガーマスク負けていません、そのままタイガーを浴びして抑え込みに行きました。そしてまた関節技です、寺西勇。さあここからタイガーがどう外していくかですね、はい、そうですね、かなりかっきり入ってますからね。そうですね、さあもうこの7番勝負、鶴田かあるいはフレアか、この7番勝負の最終戦が非常に楽しみでありますが、まあ、こうなったらですね山田さん、この今勢いがある天竜、それから今控えにいます八つあたりとももう一度やってもらいたい気がするんですがね、うん、まあそれはね、当然そういうことがあっていいと思いますね、すっきりと
この鶴田と戦って自分としては最強タッグにも鶴田と出たい、このように話しています、タイガーマスクであります。さあそのタイガーマスクが返していきます。このマットの魔術師と言われる寺西に対してここまで関節技で攻め込むんですからね、しかしね、はい、技の仕掛けはさっきから見てますけど、やっぱり寺西選手の方が上ですね。あ、そうですか、あのハンマーロックのかけ方、はい、体の、接近のかけ方、はい、実に上手いですよ。外してしまいましたね、逆にリストラックで同じ技で決め返していく。さあ八代昭であります。さあどうか、おっとフロントスープレックスか、あっと投げた、フロントスープレックス豪快、あの 8.31 TWF 戦ハンセンとの戦いで大きな自信を得ました。ワンハンドバックブリーカーやつ、惜しくも、まあ、ベルトダッシュはなりませんでしたが、ちょっと八千代先、あの一戦は入れ込みすぎましたかね。そうですね、今にしてもね、はい、こういう大穴をね、はい、やすやすと決めさせてはダメですね。これはもう八千代に自信をつけさせるだけですから、なるほどね、はい、ですからそこにね、はい、何らかの抵抗がなきゃダメです。あ、これでいいんですよ、こういうふうに思い切った反撃ね。今は八千代選手もちょっとびっくりしてますよ。いかにもタイガーらしい反撃を見せました。さあそして大きな拍手に、送られまして、輪島が入ってまいりました。あっと、おーおーおー、最初からおっと輪島、おー、突進が、さあチョップを振るっていく輪島のファイト、注目しましょう。かまず掛け、かまず落とし、輪島が張り切ってますね。やはりね、はい、あの膝を痛めてますんでね、先制こそという感じでしょうね。そうですか、馬場戦であの指定対決で左足を負傷しております輪島であります。さあ安もここで反撃だ、早くも輪島の顔面が好調、その輪島がチョップで返していく、チョップ対チョップなら負けないぞ。さあ、あっと、そのままグラウンドに持ち込まれてしまいました。うまいです、輪島です。あの悪い方のね、負傷しての足を引っ掛けていきましたね。踏ん張りが効きませんでしたね、さあこの輪島、甲羅県大会9月15日ハンセンとの PWF タイトルマッチが決定いたしました。さあ矢村さん、見どころお願いしましょうか。これはもうがむしゃらに突進するしかないですね、そうですか、とにかくね、はい、今の輪島選手、あのコンディション的にね、まあ、決してベストとは言えない、はい、そうなるともうとにかく真っ白に進むしかない、まあ、パワーとパワーのぶつかり合いではね、それはちょっとね分がないんですが、それでも今の形としてはそこしかないですよね、はい、まあ、何度も言いますが、負けてもともとあの師匠馬場との対戦で掴んだもの、まっすぐには出ないんでしょうけれども、少しでも生かしてほしいと思います。まあ、山田さん、天竜も原もスランプから立ち上がってきた、反戦にもあの反戦にも長い下積みがありました。やつはその反戦のラリアットに苦しみました。それから控えのタイガーも天竜に負けて吹き切れました。負けて恥ずかしいことはないんですよね。うん、そうですね、ですから、まあ、勝ち負けをね言う以前のね、はい、さあその輪島の表情、ハンセン対輪島は今年の4月 PWF の王座決定戦で2度戦いまして、両者リングアウト、そして2戦目首固めでこの輪島敗れました。3度目の正直、本人は仕切り直しとこのように言っています。しかしこの苦しみ、スランプを経験してきた輪島だけに今度の勝負わからない。さあ次期シリーズ10月6日武道館は鶴竜対決があります。10月2日開幕戦、大田区体育館、鶴田対原のシングルマッチがあります。その日本人構想にも割り込んでいきたい輪島。試合の方は5分が経過してまいりました。ただね、この輪島選手の場合ね、目に見えない何かプラス X というのがあるんですね。それは馬場選手も認めてましたね、はい、ですからね、はい、もう時にねとんでもない大仕事をやると、ですから相手がハンセンだからといってね、はい、とにかく勝つだ負けるだという以前の問題でね、ありますよ、はい、そしてその一戦でさらにこう吹っ切れてくれたら、秋の陣、それからウォリアーズもやってきます、天下も帰ってきます、面白くなりますよね。そうですね、それでね、マスコミの方はね、はい、輪島選手をただ単にスランプという言葉で片付けてるけど、私はそんなもんにはないと思うんです、決して私はスランプだとは思いませんね、はい、ただ自分なりにね今悩んでる時だと思いますよ、ね、これをもってね、はい、いわゆるスランプという言葉で片付けるのはね、ちょっと良くないことだと思いますね。さあ今度はこの輪島からタイガーマスクです。いい形でタッチプレーを行います。さあダブルの攻撃が出てきた、タイガーマスクが捕まりました。さあ今度はタイガーとヤツ、かつてもうこの中で勝負でこのタイガーマスクがこのヤツに敗れています。すごいエルボーが飛んでいきました。
さあその雪辱になりますか。ブルドッキングヘッドロック、一連の安田攻撃いかがでしょう。まあいいですよ。ただね、はい、あそこのコーナーロープに叩きつけられた時に、エルボーが来るって、なんとか逃げてほしいですね。そうでしたね。さあ今度は密着技コブラツイスト、流れを作るやつ。さあ逆に返していった、おーっと、まさに好調、まさに絶好調、返していきましたタイガーマスク。パワーはある程度メドがついた、あとは60分戦えるスタミナだと、このように言っています。それから、まあ、スーパーヘビー級と、対戦した場合、こういうふうに課題を、自分の課題を挙げてるんですね、タイガーは。まあスーパーヘビー級とはね、今までの、はい、まあ、経験はありますよね。そうですね、ですからあまり、ね、気にしなくていいと思うんですね、はい。まあ、ジクシリーズはロードウォーリアーズもやってまいります。それから鶴田とのモーターマン勝負最終戦も、噂されております。さあますます成長を遂げるタイガーマスク、寺西とタイガーです。さあこの辺の関節技、コーナーから輪島がじっと見ています。うまいですね山田さん、この辺は、寺西選手の独壇場ですね。そうですね、これは、ね、どうしても体がね、はい、小さいですし非力ですからね、技で行くしかないですね。そうですね。さあしかしチョップで追い込んでいきます。目まぐるしいこのタッグマッチになりました。あっと寺西コンボを切った、あっとドロップキックの相打ち、見せます、見せます。これはね、普通の選手なら食ってましたよ。そうですよね、さあ今度は輪島とやつ、おーっと体ごといったぞ輪島。さあさあさあ、おーっとこれは人間弾道台だ、ラリアットの連発、これはすごい、俺は回転木馬じゃない、同じ技の回転木馬じゃない、猛然といった、驚きました。さあバックドロップが待っていた、今のこのラリアットの連発どうだった。さあ貫禄か、貫禄か、グラウンドになると課題が残されている輪島だが、さあ貫禄か、貫禄だ、貫禄だ。山田さん、この輪島は貫禄かじゃない、過去決められましたっけ。いや決められてないんですよね。初体験かもしれませんね。今ね足を痛めてますからね、痛めますからね。これはやつ考えていました。そしてストンピング攻撃、ダメージが倍化されます。いやーと輪島捕まってしまいました。苦しげな表情が伺えます。輪島です。さあ寺西、寺西タッグの名手、同じところを攻めていきます。左足攻撃、キックキック、ストンピング攻撃です。壺をこらえています。さすがタッグの名手だ。さあ今度はあっと至近距離からの右のラリアット、タイガー輪島にも連携が出てきました。そしてフライングボディアタック、抑え込んだ。タッグワークも山田さん出てきましたね。そうですね、さあそして今度はバックドロップ、タイガーマスクが伸び伸びと伸び伸びとレスリングをしています。大技のキレも出てきました。さあ今度は寺西、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 さあ攻守の流れを変えてしまいます寺西。さあ突っ込んだ、なんだ、モンキーフリップ、おっとタイガーマスクスクッと立った、あドロップキック、これは華麗、さあ飛ぶ、さあ飛ぶ、フランチャーか、フランチャーか、スライディングキック、寺西が放送席の横、放送席の横倒れかかってしまいました。今度はパンチャーと寺西かわした、タイガースクッとなった、寺西のラリアット、山田さん寺西のラリアットですよ。すごいですね、やっぱチャンス逃がさないですよ、はい。さあ鉄柵攻撃、逆に返した、あっと小兵、この辺が小兵のからした寺西、タイガーマスクのパワーを褒めるべきか。さあ今度は今度は今度は場外でのパイルドライバーだ。さあ自身のタイガーマスク、寺西返した、返した、返した、輪島が待っていた正面、ゴールデンアームボンバー、またしても右で打ちました。寺西大の字、さらに寄せを勝って輪島は八つを追いかけます。さあまずタイガーマスクが上がったが、タイガーマスクが上がったが、タイガーマスクの左手が上がりました。これは輪島、タイガーマスク見事な連携を見せました。そうですね、特にあの輪島選手がね、場外で放ったラリアート、このコーフォローは光りますね。そうですね、ご覧のタイガーマスク、そして輪島広志組、10分21秒見事な連携を見せました。山田さん、このおっとまだまだタイガーとヤツがやり合っています。エルボーが飛びます、エルボーが飛びます。タイガーマスクとヤツ、また番外戦で、この猛虎7番勝負番外戦でこのタイガーヤツの戦いが実現するかもしれません。まあ、タイガーもよく頑張ってこの輪島につなぎましたよね。そうですね、まあ、特にしかし、はい、あの最後のね、輪島選手のフォローが光りましたね。そうですね、足の怪我にめげずよく頑張りました。この気迫は必ずや
日本人構想、特にこの9月15日この後阪神との戦いがあります。 PWS 戦、これにつながっていくもんだと思います。結果は10分21秒、見事な連携、タイガーマスク和島博組が勝利を収めました。堀割と白壁の町、どこを歩いても絵になる町、時の旅人が訪れる町、倉敷、倉敷からの中継です。チャンピオン鶴田対ニック・ボックウィンクルのインターヘビー級のタイトルマッチ。さあまずはチャレンジャーニック・ボックウィンクルの入場。ミスタープロレス、ミスター AWA、 プロレスの教科書と異名を持てる元 AWA 世界チャンピオンニック。鶴田とはこれまで本当に熱い戦い、名勝負を繰り広げてきました。手強いチャレンジャーです。貫禄と風格、円熟したイブシ銀のファイト、その全てをぶつけてくることでありましょう。さあインターのベルトを奪取しまして、再び AWA に挑戦するニック登場。そしてジャンボ鶴田チャンピオンの入場です。ついに鶴竜対決第2ラウンドが次期シリーズ10月6日武道館に決定しました。あの 8.31 武道館決戦対天竜戦はまさに力の限りを尽くしての死闘、究極の戦いでした。その中で両雄は互いの力を認め合い、また新たな戦いに挑もうとしています。さあ熱き戦いはまだ始まったばかりです。さあこの鶴田はリング上のニックを破ってかつて AWA チャンピオンになったんです。今日もあの武道館決戦のようなスケールの大きなファイトに期待したいと思います。試合に先立ちまして、日本テレビ西日本放送並びに番組のスポンサーより両選手に豪華な花束が贈られました。インターナショナルヘビー級のチャンピオンベルトが光りました。ジャンボ鶴田、続きまして挑戦者ニック・ボックウィンクルの表情です。正式試合宣言でございます。インターナショナルヘビー級タイトルマッチ、認定書が西日本放送株式会社岡山本社入船義政局次長によって読み上げられております。1987年9月12日ナショナルレスリング力道山、馬場、そしてジャンボ鶴田と受け継がれました日本伝統のベルト、あのハンセン・ブロディとの死闘が刻み込まれた鶴田の代名詞、4回目の防衛戦です。ハンセンから奪いましてリッチ、そしてヤツ、そしてハンセンと防衛を繰り返しました。このベルトをかけて天竜と戦うと鶴田はこのように力強く語っています。ダブルメディアと第1試合インターナショナルヘビー級選手権試合4年組一本勝負を行います。ラウコーナー挑戦者260ポンドニック・ボックウィンクル、強いチャレンジャーです。ミスタープロレスニック・ボックウィンクル、ラウコーナーインターナショナルヘビー級選手権260ポンドジャンボ・ツルタ、ニックの次は天竜だ、待ってろ天竜、ジャンボ・ツルタ、チャンピオンジャンボ・ツルタ。さあ山田さん、 8.31 武道館対天竜戦第1ラウンド、惜しくもこのリングアウト負け、まあ、不運な部分もありましたが、岸田鶴田、まあ、早くも 10.6 武道館第2ラウンドに向けて始動、大事な試合ですね。そうですね、まあ、相手があの百戦錬磨のニックということで、はい、大変にあの防衛が難しいという見方はありますがね、私はそうじゃないと思うんですね、はい、あの今日はね鶴田選手はね、あのニックのぬらりくらり殺法をね、完全に断ち切るんじゃないかと思うんです。そうですか、非常にずるい相手ですがね、今日はもうむしろ鶴田選手はね、はい、もう自分の技でね、もう思い切っていくんじゃないかと。なるほど、このインターベルトをかけて決着戦をやりたいという鶴田、綺麗に下して山田さんお話のように天竜再戦といきたいところであります。再スタートを飾るにはまさに申し分のない相手ニック・ボックウィンクル。さあ山田さん、グラウンドからこの立ち上がりからグラウンド、あるいはスタンディングでのテクニックの応酬が続いてますね。あの鶴田選手としてはね、はい、いつも受けていくんですが、今日はやるぞという姿勢をはっきり見せてますね、はい、おっと早くも左の足殺しに出てまいりました。このニック・ボックウィンクル、得意技はご存知、あの足4の字固めであります。まあ、ニックと言いますと山田さん思い出すのが蔵前決戦、大阪決戦とありました。蔵前は鶴田とニックのダブルタイトル戦、インターチャンピオンと AWA チャンピオン、あの試合で山田さん、鶴田が日本人初の AWA チャンピオン、鶴田時代が到来したんでしたね。そうですね、まあ、あの完璧な勝利を飾りましたからね、はい、ですからそういうね過去の試合っていうのを、はい、
鶴田選手の頭にしっかりね、焼き付いてると思うんですね。で一度自分の脳裏に焼き付いた自信というのはね、そう簡単に消えませんよ。そうですね、まあ、あの時はニックへ5回目の挑戦でダッシュしたんですが、山田さん、こうやって見ますと今はこのインターのベルトにチャレンジされる立場に鶴田が立った、流れっていうものをちょっと感じますね。そうですね、まあ、その辺の、はい、まあ、流れはね、これはプロレスの大きな流れですよ。そうですね、新旧交代と言いましょうか、はい、まあ、立場は逆転してますね。さあ、序盤戦キチンシンクボディに打っていきました。さあ、ジャンボ鶴田動きが速くなります。あっと、2連発、厳しい攻めです、ジャンボ鶴田。まあ、このクラマー決戦の時には天竜がプロ入り8年目にして、この時にユナイテッドナショナルヘビー級のベルトをレッキー・スティンフォートに勝って王座につきました。まあ、そういったことから考えますと、あの 10.6 決定しました武道館決戦、天竜との第2ラウンド、なんか因縁めいた、そういう感じもするんですがね。そうですね、はい、まあ、これはそういう風な見方をされてもね、はい、仕方がないでしょうね。そうですね、まあ、その後ジャンボ鶴田はニックのリターンマッチを退けまして、 AWA ベルトを引っ提げて全米をサーキット防衛の旅に出たわけであります。まあ、確かにね、今日の相手のニックは生優しいチャレンジャーではないんです、はい、だからといってね、私今日チャンピオンの鶴田選手が、はい、いい加減な形での防衛をするようであれば、天竜選手との、ね、対戦も危ないと、はい、そういう見方をしますね。そのジャンボ鶴田、まあ、山田さん、タイムアウト負けとはいえ、この負けは負け、事実ですからね。そうですよ、はい、これは勝負の世界ですからね、はい、まあ、それを糧にしてこれから戦っていってもらいたいと思います、ジャンボ鶴田。さて、先ほどプロレス界の流れと言いましたが、この AWA のベルトは鶴田からマートル、ハンセン、ニック、まあ、現在ハート、ヘニングと移りました。この途中にニックが入っているのが返り咲いたんですから、まあ、本当に大したチャンピオンですよね、まだ実力レベルというね、ことではね、世界のトップクラスで間違いない、まあ、それがあるからこそですね、今日もチャレンジャーに選ばれているんですね。鶴田と戦った頃とこのエルボーの打ち方、身のこなし、山田さんどうですか。いや、変わってませんよ。変わってませんか。ニックの構成が取ると思いきや、ジャンピングに、あの天竜との対決で打っていったジャンピングに本家本元、まず山田さんいかがでしょう。いや、いいですね。いいですか。ですから、ニックは変わってないですよね、鶴田の方は当時より成長してますから。そうです、あれから急成長を遂げましたジャンボ鶴田、あの時とは違います。山田さん、鶴田のことをですね、ニックは私が戦った中でベスト3に入るレスラーだと、それを言ってるんですよ。まあ、それは正直な気持ちでしょうね。さあ、共に熱い戦いをしてのけたニックと、そして鶴田。さあ、ニックのコブラツイスト、こういう山田さん、オーソドックスな技をやらせるとうまいですね、ニック。今ね、ただ形じゃなくて入り方のうまさですよ、そうですね、実にスムーズなんですね、はい、もう気負ったところが全くなしに、はい、あっと思った瞬間もう入られてるということですよ。先ほどの腕殺しも非常にしつこい腕殺し、ニック・ボッチ・トゥインクル。さあ、場外戦です。場外戦ではどうでしょうか、山田さん。このニックの場外戦はこれうまいんでしょう。うまいですね、特にこの場外の使い方、はい、これはもう AWA チャンピオン時代からですね、定評がありますからね。そうですか。5分が経過してまいりました。さあ、ここからです。リングの中でもう1回勝負、序盤戦の動き、山田さん、ここまでどうですか。いや、ここは今までのところね、鶴田選手の攻めが多いですね。そうですね、序盤戦鶴田がややペースを握っております。さあ、手上げます、ペースを奪い返します、吠えます、ジャンボ鶴田、会場にアピール。さあ、しかし油断は禁物だ。あっと、綺麗な声がいた、ダブルアームスープレックス、クラマー決戦を見るようですね。そうですね、スープレックス。まあ、鶴田選手、意識的にね、速いペースで大技を出してますね、はい、そうですね。さあ、おっと、今度は合わず落とし、ニックも味な技を出します。カバーの体勢、
まあ、山田さんから再三先ほどからお話がありますように鶴田が守ろうとしたらそこをニックはついてきますからね、ですからあんまり気負っちゃダメですね、ですから鶴田選手としても、はい、このスムーズな流れの中で大技を連発していくと、そうですね。さあニック・ボックリンクル、このおっとスリーパーです。これは得意なんです。これが得意なんです。山田さんどうでしょうか。いやいや、まだまだまだこの程度じゃ効いてないですね。あの鶴田選手の足の踏ん張り見てても分かりますよ、かつての対決では逆にこの鶴田がこのニックの得意技のスリーパーを先制で出したことがありますが、やはり本家本元ニック・ボックリンクルがこのスリーパーを決めてまいりました。これもオーソドックスな技です。あと巻き投げで外れるか、外れた。ジャンボ鶴田、もしね、はい、あのスリーパーが本当に効いてたらああいう投げはできません。あ、外れないんですか、はい、さあダメとメリア、今度はお得意のダーティーファイト、あるいはダフファイトを出してまいりますか。ニック危なくなるとこのダーティーファイトも光ってくるんです。ニック、まあ、今も右バットなんかあるんですね。そうですね。さあ、さあ4の字だぞ、4の字だぞ。さあ来たぞ来たぞ来たぞ。ニック・ボックリンクルの4の字固め、4の字固め得意技18番。かつてあの大阪決戦でリングの外で18秒この鶴田は、耐えて耐えて AWA のベルトを発動へしたんです。リングの中央、山田さんどうです、入ってはいるんですがね、あのニックの左足のフック、これがちょっと浅いような気がして、あの、まあ、外すチャンスはいっぱいありますね。そうですか。ただあのこういう、ね、浅い形でもニックはあの締め方がうまいですからね。そうですね。返していきました。ジャンボ鶴田、またこれをなんとかやっと反転しました。ニックじわりじわりとロープが近くなってくる。ジャンボ鶴田ロープブレイクであります。やっぱり浅かったですね、はい、そうですね、しかし、さん反転した時に、ね、もう外れてましたからね、そうでした。今度は場外戦です。ニックが山田さん積極的なんですよね、今も足殺しになってますよ ね、 そうなんですね。あ、この反撃はいいですよ。さあどうか、場外戦を制するのは、あ、鉄柱攻撃、赤い鉄柱、ジャンボ鶴田。この辺がニックの老快さですね。そうですね。ちょっと瞬きをする瞬間に攻守を入れ替えてしまうんです。ニック・ボックリンクル。それから山田さん、この鶴田は天竜戦で左肩と右膝を痛めているんですが、あーっとバックドラップです、バックドラップです。さあ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 、おっとどうでしょうか。おっと危ない、監督この技で AWA を鶴田は取ったんですよね。そうですね。逆にこれをニックが打っていく、なんというプロ根性、ニック・ボックウィンクル。さあ今度はタイルドライバー、大技が出てきました。玉の体勢、カウント 2.5。鶴田はどうですか。いや、まだまだ大丈夫。そうですか。これぐらいで参ってもいっちゃ困りますよ、はい。さあお互いに手の内を知っている同士、一瞬の隙が命取りになります。あと、ラリアットか、絡まるようにして腕を絡めた。あっと、カウント2。ちょっとね、大技を食いすぎますね。そうですね。ここは一発頑張ってもらいたいですね、はい。さあジャンボ鶴田、反撃はどうか。さあラリアットをかわした、フライングドリアアタック。さあこのまま抑え込んだ、強敵のニック・ボックリンクルを破りました。4回目の防衛に成功、ニックのチャレンジを返り討ち。白竜対決第2ラウンド 10.6 日本武道館決戦に向けていいスタートを切りました。山田さんいかがです。あのね、ちょっと大技を食いすぎるんで、心配しましたけれども、どうでしたね、あれは鶴田選手の作戦ですね。やらせるだけやらして、はい、一瞬の隙をついた、誠にね、うまい、これ貫禄のね、レスリングですね。はい、それからこの鶴田選手のこのスタミナ、これも驚きましたね。いやー、これはもうやっぱり打たれ強いですよ。そうですね。まあ、ニック戦のようなこういったテクニックの応酬もできる鶴田の持ち味が徐々に出てまいりました。さあ鶴竜対決へ向かって一直線、ジャンボ鶴田、やはりインターヘビー級のベルトがよく似合います。ジャンボ鶴田、山田さん、ちょっとあれですが 10.6 武道館決戦、ちょっと今日のパーフェクトな勝利でね、はい、これはあの非常に戦い模様がね、ますます面白くなってきましたね。そうですね、山田さん、鶴田の表情、ショックなんかどこにもないですね。絶対もう、みじんもないですね。そうですね。9分47秒、フライングボディアタックで見事に挑戦者ニック・ボックリンクルを務めました。
クルー対決第2ラウンド 10.6 日本武道館決戦へ向けて大いに弾みをつけました。ジャンボ鶴田の見事な勝利でした。全日本プロレス87サマーアクションシリーズ2日程です。9月14日と2日15日後楽園ホール、そして最終戦は17日新潟小出郷体育館です。続いて全日本プロレス創立15周年記念87ジャイアントシリーズ日程です。10月2日大田区体育館にて開幕、3日小諸、4日伊勢崎、6日日本武道館、8日塩釜、9日盛岡、10日六戸、15日津、そして16日大阪府立体育会館です。